よ適ですさあ今回はですね「帰り道」というゲームで遊んでいきますこのゲームねなんかめちゃめちゃ流行ってるみたいでやっぱり適当ね流行りに乗りたいんでちょっと今からこの「帰り道」遊んでいこうと思いますでさっきねなんか設定いろいろやったんだけどなんか難易度の設定ができて 安全、注意、警戒、そして危険の4つの難易度があって、この注意ってやつが、ま、1回目のプレイにおすすめの難易度らしいんで、これでやっていきます。で、1回クリアすると、この今選択できない危険危険モードできるらしいんで、じゃあちょっと時間余ったらね、この危険もやっていこう。じゃあ早速、え、帰り道、始めから。おっと、この動画を始める前に、え、皆さん、 まあ学校とかでね、帰り道歩くと思いますが、ちょっと誰もいないのに視線を感じたり、なんかこの道ちょっと今日怖いなって思ったりすることありませんかまあある人もない人もぜひ、この動画始める前にグッドボタンお願いします。さあやっていきましょう。ちなみに敵とは結構あります。さあ、始めから。おお来たーえーこの物語はフィクションです。え実在する、おお早いな。えー立体音響を採用しています。 このゲームを起動して、おえお姉さんえどういうことなん <laughs> から今、一瞬だったからわかんないけど、ちょっと怖そうなお姉さんいたね。みんな早いな。何を急いでるんだろう。ああ、なるほど。前、誰もいないけどね。さっきあんなことを言われたのに、まるで気にしてないみたいだ。うん。僕もちゃんと守れるかな。あの言いつけ。ああ、これ多分なんか、喋り方的に、小学生とか、なのかな。 ま言いつけってなんだ。お、おお。よろしいですか。うん、帰り道は大変危険です。おお、大変危険。じゃあ、お母さん、お父さんに返してもらおう。<laughs> 車で運転してもらった方がいい気がする。無事に帰れるまで、うん、絶対に振り返ってはいけません。え。え振り返ってはいけない。それにしても、すごいなんか、モテそうな先生だね。何がお。近、近いな。 進み続けなければいけないなるほど人生と同じだなこれを忘れないでくださいおなんだお守り <noise> ほうあこれを忘れないでくださいっていうのは後ろを <laughs> 後ろを振り返ってはいけないとなるほど振り返ったらどうなるんだろうそこまで教えてほしかったな確かになちょっと危険っていう割には説明不足だよな先生 ダメと言われれば言われるほど、うーん、気になる。わかる。いや、やめとけよ。振り返んのやめとこさすもうそ、この時点でゲームオーバーは嫌よ。おほんのちょっぴり、後ろを見るくらいなら平気かな。何してるのおあ友達じゃない。おっとぶねあこれ今さ、 後ろにその何ていうの化け物が友達のふりして話しかけてきてんのかと思ったらちゃんと友達だったやれやれまったく危ないななるほどすごいちょっとなんか怖くなりそうな顔してるなさっき言われたこと忘れたわけじゃないだろあーやっぱみんな言われてんだねもちろんだと思うでもすっかり油断したもちろんだと思う急に話し方なんか偉そうになったな うろし後ろから声をかけられるとついつい振り返ってしまいそうになるね確かにやっぱだってトントンとかいられたらえってなっちゃうよね道の真ん中でボーっとしてるからそうなるんだ悪りこんな時に何か考え事でもしてたのかいいやちょっとね後ろ振り返っちゃいけないなって思いながら立ち止まってましたいやちょっとした好奇心さ振り返ったらどうなるか試しに あもう絶対いつでも振り返っちゃダメなんだなバカなことバカなことを <laughs> せお,いお父さんお父さんみたいなこと言ってる考えなくともわかる、うん、よくないことが起こるんだまあそういうことだよな間違っても試したりするなようん、うん、今は勝負に集中するべきだ勝負なんだ勝負はて何のことなんか喋り方独特だな <laughs> 聞いてなかったのか <ん>信じられない。え、主人公なんか重要なこと聞き忘れてる誰が一番に帰れるか、みんなで競争してるんだ。なるほどね、競争してたんだ。じゃ、走ろうぜ用意どんの合図で、うんうん、みんな走り出して言っただろみんな走り出したのに主人公一番早いっていうね。いけない、そうだった。言いつけのことばかりで忘れてたよ。 あ、だから、なんかみんな早いなとか言ってたのか最初。じゃあ、もっと主人公の前にたくさん人いるんだ。このままだとビリッケツだぞ。じゃあ、お先。あ、いってらっしゃい。まあ、勝負事はね、あんまり苦手なので、先行ってください。ビリでもいいです。ね。<laughs> ああ、バイバイ。あいつ結局名前なんだったんだ。ゆうや、ゆうやでて行こう。負けは嫌だけど、走りたくないな。まあ、疲れてるしね、学校帰りで。今から急いでもしょうがない。 僕はのんびり歩いていこう。おー、歩こう。おすごい前に進む。おー、進んでいこう。なんかさー、白黒で見づらいけど、多分これ山道だよね。いや、結構危ないとこ歩いてんな。前に進む。おー、えー、なんか足ある。えー、ゆうやゆうやゆうや,ゆうや、足忘れてってんぞ。これは、調べてみようか。何か落ちてる。いや、これ足以外のね、何者でもないな。後ろを見て。うっ。後ろを見て。 振り返らない待ってねこれ振り返らない振り返らないえあああお前の後ろ、待って振り返らないこれ、何このボタンこれ押したら押さないとダメだよねえこれ調べたい帰って声い振り返らないこれ振り返っちゃ絶対いけないんだもんね。振り返っちゃいけないんだよな振り返らない大丈夫おお大丈夫そう今の声は一体、僕が最後尾のはずなのに、 いや、後ろなんかいるよ。人間からはビリだけど、後ろ化け物続いております。これ、百鬼悪行始まってる。えまだ足あるぜ。ゆうやどんだけ足あるんだよ、これ。いや、これ調べたいよな。何か落ちてる。ほら、もうゆうやもう両足ないやん。おー調べても今度は何もない。木がいっぱいで、草はボーボーだ。<laughs> そうだけどね、うん。なんか小学生みたいな感想でいいな。じゃ、前に進むか。 はい、ゆうやゆうや死んでねえかいや死んでないかっていうか生きてるわけないなこれ。ゆうやいやでもこれ原形、原影幻を見せられてる可能性ある。こんなことありえないもんね。だって急に。ゆうやちょっと足から見ていこうか。何か落ちてる。うん。冷静だな。こっちは何か落ちてるね。これはどうしたんだろうってお前。 ま、ど、確かにな。確かに、そう考えたらどうしたんだろうって感じだけど、これはね、あの、事件です、完全に。えゆうや。ゆうや、お前走ってくから、そんな、多分転んでこうなったんだろうな。皆さん、あの、走ってね、こう、転ばないように注意してくださいね。こうなる可能性あるから、前に進む。いるなぁ。えおーい。これ調べていいやつあの、おかっぱ頭、あれ、花子さんかなぁ。こんにちは。 女の子が僕を呼んでる。なんだか怖いな。いや、そうだよね。山道の中で女の子が制服で立ってる。これ死亡フラグです。<laughs> これは話しかけない方がいいんだろうけど、まあ、後戻りしない。あ、後戻りしない。おい、もうどっちに転んでもよくなくないいや、これ後戻りしたいけどしちゃいけない。そしてあの女の子に話しかけたくないけど話しかけなければいけない。ほら、ゆうやもついてきてんじゃん。<laughs> <laughs> ゆうや、ゆうや、頭でついてくるのやめて <laughs> せめてなんか下に足生やして首から後戻りしない。<ー>ほらもうねえ。ねえ、帰りたい。いや帰ってんだけどね。帰ってんだけど帰りたい。後戻りしない。ちょうだいえちょうだい。だめだけど、だけだけど後戻りしない。<え>後戻りしないでおこう。 はあ、やだあ、ま、だあま言ってんのこいつしつけえな右耳あったやんお前どっちかっていうと目が欲しいだろうな <laughs> 目が欲しいんだろ分かるおおどれどれどれ振り返らない振り返らないやべやだやだ,やだ振りこれ振り返ったら死ぬもんね振り返ったら死ぬけどちょっと振り返ってみたさあるねえゆうやついてきてるゆうやついてきてるどうすればいい ゆうや一生ついてくる。待って。これ連打難しいぞ。めっちゃくちゃ右耳欲しがってる、こいつ。もう右耳上げられない。テクト、もう右耳も左耳も上げなから、<laughs> ほら、ゆうやついてきてるって。<laughs> ゆうや,や、守ってくれてるこれもしかしてゆうや守ってくれてる可能性ある。<laughs> どっか行ったはあ、もうゆうや、ゆうやじゃねえわ。おかっぱの女の子。<laughs> あいつめちゃくちゃ右耳欲しがるじゃん。絶対右耳より欲しがるものあるよね。 なるほど。こうやっていろいろ化け物が出てくるけど、絶対に、振り返っちゃいけないってことね。オッケーオッケー。なんとなくこのゲームの趣旨分かってきたね。そして、気がいっぱいで、さー、ボーボーだ。<laughs> ボーボーなのは分かった。そして、何か落ちてる。いやもうね、ゆうや多分ね、これ、手、手足100本ぐらい落ちてるね。こっち見てんね。しかもこれ、ゆうやじゃないね。まさきだね、これ。これ、自分、これさ、みんな、前に行ってったじゃん。 テキトが多分今ビリッケツなんだよ。多分みんな、後ろ見ちゃったんだよな、これ。後ろ見たからこうなってんだよ。テキトは絶対に後ろを見ない。でも、そろそろちょっと、後ろ見たさあるよね。今なら、まだ、間に合う気がする。ちょっと後ろ向いてみようか、次。いいちょっと向いてみよう。さあ、前に進もう。もうさあ、もう少なくとも三人死んでんね、これね。まず、ゆうやでしょそして、まさきでしょえー、こっち見てる。まさき見てる。そして、 どうしたんだろうねこれこれもう旬だねうん旬がまたかっ顔だけ落ちて倒れてますなああなるほどいやこれ帰り道どんぐらいかかんのさあ前に進むういやまた足落ちてんなもう足ぐらいじゃ驚かなくなってきたよあーこれもう右足か左足かこれ左足だな左足落ちてんねさあ歩いていこういやなんかボウボウなやついるうん あの、木がいっぱいで草はボーボーで、人にもボーボーなやついる。ふ <laughs> ふなんかこれ渋谷池でこんなやついたな。渋谷池でね、なんか帽子めっちゃ被ってる人いんだよ。帽子20個くらい被ってる、ランドセル背負ってるおじさんいんだけど、それと同じ匂いがするな。いや、そんなこと言ったら失礼だけど。あー、なるほど。こっちを見てる。めちゃくちゃ見てる。それは見すぎ。ふ <laughs> ふあ、こいつ後ろ振り返ってないあ、てかさ。今まで出てきたやつ、 全部こっち向いてない。やっぱり振り返っちゃったんじゃないか。そしてもう前に進むボタンがないから話しかける。髪の長い女の人がいる。くちゃくちゃ聞こえるのは何だろう。後戻りしない。いや、したいな。したいしてみる一旦ここをちょっとしてみようか。あ、振り返っ。あ、振り返っちゃうを探してなんて宝物を探して ワンピース始まるじゃん。ゲームオーバー、エンド4、道連れ。あ多分これエンディングたくさんあって、多分一番簡単に見れるエンディングだね、これ。エンディング4、道連れ。これ後ろ振り返ったらエンディング4なんだ。なるほどね。オッケー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 。じゃあ続きからやっていこう。おおなんかすげえ <laughs> なんかボス戦みたいのある。最初の人、次あの、右耳欲しがった人、そしてこのよくわかんないのおばさんね。いこう。 これ確かあれだよね。いや、ここからだよな。よーし、行こう。さあ、エンディング4は見れました。さあ、ここから、えー、後戻りしない、しない。いや、これでも簡単だな。これ難易度が上がると難しくなるんだろうね。ねえ、頭取れてきてる。ねえ、そういうタイプそういうおもちゃみたいなやつあるよね。いや、もうさー後戻りしない。後戻りしたら死ぬの分かってんだけど、前に進みたくねえな。<laughs> <laughs> ねえもうなんか粘土みたいになってるってこいつ人間ではないことは確かああもう手だけ写ってるこれにおわせこれにおわせ写真みたいだねインスタグラムの匂おわせ写真みたいだけどあのここでユウヤが見てんだよね私の卵知らない私の卵知らないえ私の卵知らないってどういうことえ <laughs> 待って卵え え、待って今の髪の長いやつって <laughs> え、卵卵で飼えるタイプ哺乳類じゃないんだじゃあもう完全に人間じゃないねもう早く返してもうどんどん相撲どんどん相撲結構難しくなってきてる振り返らないの振り返らないお願い聞いてる聞いてるめちゃくちゃ聞こえてるめちゃくちゃ聞こえてるんだけど卵は知らん <laughs> あいや聞こえてるよいや聞こえてるんだけど まだこいつめちゃくちゃしつこい。こいつめちゃくちゃシューシュー言ってる、シューシュー言ってる。やべ、たまご、たまご。たまご見つけた方が早いか、これもしかして。めちゃめちゃいる。待って、なんか神社みたいなところに入りそうなんだけど。え、死ね死ね言うてないおい死ねって言っちゃいけないんだよ私があなたのお母さんよ。嘘つけ。<laughs> 振り返る油油油こいつ、えー、ちょっと待って。今見た いつも、これ、ボタンを押さなきゃいけないじゃん。振り返らないボタンを押さなきゃいけないんだけど、最後。あなたは私のお母さんよ。振り返る出てきたかんね。何もかも違うよね。<laughs> あなたは私のお母さんよって、お前、卵だろ <laughs> 卵を産むタイプおえ卵で生まれてきたってことかな進んでみよう。うわ、今の強敵だったな。う神社来た。え、お参りしてから帰るってこともういるよ、おじいちゃん。おじいちゃん、調べとく おばあさんだった、ごめん。<laughs> 遠くだったから分かんなかった。おばあさんだった。うん、五円玉やっとこうかな。こんにちは。もう一回見るおばあさんがいる。これ近づいたらおじいちゃんだったパターンないかな。まあ、いいか。やっぱおば、いや、おば、おばあちゃんだな。おばあさんだね。前質問。でもこの人いい人の可能性あるから。神社にいる人だよ。おばあさん。おばあさん、おば、おばあさん。え、こっちえ、おばあさん右 右に進ほんとおばあさんが右の方を指してるまあ、右に進むのはいいんだよね怖い怖い怖い待てよ右に進んだらもう一個右に進んだら振り返ってるってことにはならないのかなそういうわけじゃないかえー、家に近づく行こうえこれ適当の家結構変わった家住んでるね山の中にあるんだ適当の家家に入る もうゴールじゃないさすがに嘘やここまで来られたんだここまで来られたでもえよえ君しか残ってないんだもんあ、キスしかいないのもてか誰あなたみんな脱落しちゃった振り返ったり振り返ったり後戻りしたり諦めたり僕は変なのに襲われてダメになっちゃったあお前も死んじゃったんだなみんなね君が来るのを待ってたの じゃあみんな化け物になってるやだよお迎えが来るまで<え>ずーっとここで遊んでいたいんだってやだよやだ帰りたい,っ,たい,いだってここいいだよね勝ったら先に進んでいいほう終わりほ<う>終わり終わりっていうのはね僕が後ろから君をずーっと監視してで もし、君が負けたら、こうやってね。はぁ顔に触れてね。ここにいます、今。首をねじ切ってやることさせいぜい頑張りなよ。いやいや、今、ま、もう出てきてたじゃん前に進む、進もう 進んでいいんだろこれもうなんか適当な家じゃないもうまはもやええ前に進む前に進む前に進むもう前に進んでいくしかないんだなこれもうなんかいるって坊ちゃしゅんかこれやだよもうイカゲームで散々見たって僕が後ろいてる歩いてて、ね、後ろ歩なるほど後ろ向いてる間に歩くオッケー振り返ってる間は向いちゃダメうん、うん もうお前は化け物だから全然振り返っていいんだな。いいな。羨ましいわ。肩にタッチできたら、君の勝ち。うん、肩にタッチできたら、適当な勝ち。オッケー。じゃあ行くよ。だるまさんの転ぶ、転ぶ、転ぶ、もうダメだ。<laughs> ダメだ。だるまさんが転んだ得意だから。だるまさんが、転んだ、転んだ今ダメだよね。今ダメだよね。オッケー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 。ああ、進んで<ー>るんん。いいよ。はい何それ。が、転、うん、これびっくりさせんのやめよう。 また来んでしょだ早っまさんが転んだ。う<っ>ん、危ない進んだんじゃないまださんが転ん。ねえ、適当早く進んで。お来た,た来た、やっと来たよしよしよしおーその、その、ジャンプスケうん もう、シとかたけしとかもうよくわかんないし、いるって。ダルマさん。シャツピチ,ピチピチだな、お前。転んだ。うん。結構、お前イケメンだな。どうでもいいか。ダルマ結構近いよ。もう次じゃない転んだ。んだいいよ、慣れてきた。敵との強さわかったかおおもうタッチでもる。タッチ。ダルマさんが転んだよし、うん、よっしゃ <laughs> どうだ、敵と。 み見,見たか、この力を。君、すごいね。ありがとう。あ、って君ってことは、友達じゃないのかな、君。最初いなかったっけ。楽しかったよ。うん、ありがとう。いや、いいえ。もう怖いことしてこないでね。じゃあね。うん、じゃあね、もう適当。<laughs> どこ。<laughs> 学校来てない。え、つまんないの。おいおいおい。すぐ負けると思ったのに。 残念ながらできとゲーム実況者なんでね。前に進みなよ。進むよ。言われなくても。次の子が君を待ってるよ。次の子いるんだ。これボス戦だね。前に進む。<laughs> おい、それもう見たって。どうせ負けるに決まってるのに。いや、次がボスかこいつ。前に進む。前に進む。前に進む。いいよ。<laughs> <laughs> これやめて。時間の無駄だって気づかないんだ。 時間の無駄じゃないよ。できてはまだまだいける。うん、前に進む、前に進む。これた、たまに嘘つかれ、疲れるからね。後ろを見るとかよよ出てきそうじゃない旗揚げする、いいよ。あれでしょ赤あげてでしょ全然いける。何これ。おお <laughs> 初の赤色ここできた今までずっと白黒だったのに。<laughs> 最初下ろしてます。OK! ーーいいよ。赤下げないで、赤あげる。はい あかあげる。下げないで。シーロさげない。下げない。シードさげないで。シーロさんげる。下げる。シーロさげないで。シードあげる。あげる。あげて。はい。あかあげて。あげてる。下げないで。シードさ下げる。下げる。あかあげないで。で。あかあげる。あかあげる。あかげて。あげてる。シードあげないで。シーロさげる。

合ってるよ、ね、すごいねそうなんですすごいんですありがとうございます楽しかったよありがとうまあでもね遊びするのは楽しいからねそれはいいよびっくりさせんのやめてそ、ね、れだけやめてくれれば全然許せるからじゃあねじゃあねー <laughs> バイバーイもう来ないよね何回戦やあんのもう,もうお前来たよまた負けなないかっって待ってたのに負けねえんだよな適当申し訳ないけど次勝てこないっ<あ>った行った 行けますよ、じゃあ。前に進もう。<laughs> ねえ、口裂けてるって。これ諦め、諦めた方がグッドエンディングとかさすがにないよね。もうめっちゃ見てる。ずっと見てる。やっぱりさ、これもう死んでる奴らはみんな後ろ向いてるよね。テキトの方向いてる気がする。これ全部。これなんか伏線かなテキトはもう前に進むしかない。後ろは見ない。もうなんか怪物化してきてんもん。 ねもう人間じゃなくなってきてんだよな。前に進もう。いや、あの、髪の長いやつとかも結構化け物だったからね。えみんな同じ。かごめ,かごめ,かごめこごめやったことないかも。僕一番。僕一番。じゃあ、適当二番。僕二番。あ、取られた。僕三番。三番。僕四番。<laughs> 顔一緒なのに、声ちげんだな。四つ子か。 よく覚えてね。待って。これ覚えなきゃいけないんだ。えーと、1番、2番、3番、4番。待って、分かんなくないこれ。何が違うのちょっと待って。覚えられねえよ、これ。じゃあね、1、2、3、4。つぶった。<ー>うっさー。あー、真っ黒だ。ののあ、これ声か。やばい、声か。これ回ってってんだ。やばい、声聞くの忘れてた。ね、はい。 やばい、わかんない。わかんない。よも4ではない。4低かった。やばい。覚えてねえ。これは2番。2> お<ー>お<ー>。君すごいね。おお。<laughs> や、え本当に？楽しかったよ。よかったってる本当に。やっぱ記憶力の神ですから。ありがとう。いい声。じゃあね。いや4は違うと思った。4結構かっこいいなと思ったもん声が。 よし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 おっプロ全部買っちゃったんだ全部買ったそうまでして進みたいの進みたいんですよ帰りたいダメだよなんでだよあそこへ行くなんて許さないあそこ家邪魔してやるいや家帰りたいえっ何これ振りまどく何これこれ振りまどく何これい。りまどく何これ振りまどく何これ振りまどくちょっともうさそういうゲーム性出してくんやめてもうずっとさゆうやゆうやの顔ついてくんだよねもういるね前に進もう よよしよしまあ、ここはどんどん進むだけでいいよね。振りほどくちょっと怖いの前に進む。お <laughs> もう毎回左左だけ怖いのやめて。右にも出てきて。右にも出てきてくれたらまあ許そう。また左やろう。もう左ばっかり。もうみたらここら辺痛いわ。バン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 やられて。ねえ。敵との気持ち考えたことある。やばいやばいやばいやば。待って。オッケー、振りほどく来たすっげえ笑ってる。笑顔は素敵だけどね。てか全然進めてなくないこれ。<laughs> 全然進めてないよな。よ進もう進もう。まあまあまあいいでしょう。う おー振り子のてきたこれどうやってんだろうこうやって、あが、あがいてんのから、すげえ顔つかまれてんだけど。もうまた化け物いるね。みんな知るんだ。違うよ。敵トだけ生きてるよ。先生、これ先生が黒幕とかないよね。せ、あの、なんか美人な先生が黒幕とかだったら、あの、え、なんか女神いる。<laughs> 行くないあそこに。え敵人のためを持っていってるのえ、どっちえ、どっちこれえ、これ本当はさ、 振り返った方が良くて、あのなんか女神みたいな人がやばいとかない本当にすごい、ラーララすごい美しい歌声聞こえてくるけど、これどっちがいいんだいや、進むしかない。あの見た目的に、善か悪かで言ったら、善 <laughs> あ明らかに善だから、これ行こう。え、大丈夫だよねすげえいい人そうだけど。行くべきじゃない行くべきじゃない。 みんなされてたえこれさみんなさなんか行かせない行かせないって言ってるじゃんだってもともと友達じゃん友達だから本当のこと言ってくれるはずなんだよだからみんな本当は振り向いてなかったんだよ振り向いてなくてここまで来てみんなあの女神にだまされた可能性ありません ただあのー、もう怖くてあの女神があのー、ちょっと逃げあの女神に逃げたい気持ちの方が勝ってます前に進もう大丈夫だよね全部嘘けな罠本当にこれ本当どっちなのでもさ後ろ向くボタンないから進むしかないララお姉さん女神さんここなら僕たちがいる うん、いやでもすごい高そうなドレス着てるし行こうなんかどんどん場所変わってんだよな,っいいな行ったら君は一人あっでもみんな後ろ向いて死んだから敵とは一人っていう可能性もあるんだよねいやこれ行った方がいいよな行こうホ本当にい,寂しい,よいや寂しいのは分かるここい,いやでもね <laughs> ちょっと生首転がってる世界はちょっと無理 <laughs>。これ調べてみよう。え、なんかどっかにさ、ヒント隠されてるとかない一応全部クリックしとくか。いや、ないな。進もう。ちょっとずつだな。もうがっちり行こうぜ。お、僕たちを置いていくの置いていきます手を伸ばす <laughs> ごめん、生首は怖い。おーありがとうございます。ラララ こんなんだろうと思ったよえなんか水中にいる。帰り道。<laughs> もうおい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 これ最後手を伸ばさなければ、元の世界に帰りたってこと。これ終わったよな。これ死んだよな。<laughs> やっぱみんな騙されてたんだ。おーい、マジかよ。背景、あ、やっぱ背景は全部、あのー、実写だったんだね。うわ、すげえ。いや、でも面白い。ちょっと待って、これ、一回、あの、さっきのとこまで行って、あの、手を伸ばさないパターンちょっと見てみようか。それは見たいよね、さすがに。いや、たくさん、いや、でもすごい多くの人が関わってる作品だ。いや、すげえ。いや、もう、めちゃめちゃ面白い。これは人気になるわ。これは流行る。 しかもさこれなんか途中から始められるから結構エンディング見やすそうだね適当はまだエンディング4しか見てないんいや最後見たな最後なんだっけエンディングなんだったおペチャって言ったおばあちゃんこの道をお戻りなさいこの道をお戻りなさい振り返ってはいけないほうほう振り返ってはいけない私は後から参ります 私は後から参ります。えぇ、ー、おばあちゃんおばあちゃん燃えてった。え私は後から参る。待て振り返ってはいけない私は後から参るってことは、これおばあちゃんさ、結構まあ死んじゃう感じで考えると、振り返んないで進むと死ぬんじゃないあ、ゲームクリアエンド 10!10! 10 <laughs> 帰り道。あ、一応ゲームクリアなんだ。 そして、高難易度、危険が解放されました。なるほどね。これじゃあ振り返った方がよかったんじゃないか。クリアではあるけど。続きからで、じゃあ最後、旗揚げ、あ、じゃあ旗揚げの、じゃ最後。最後だけ見ていこうか。ここね。さらラララ。で、行かないで。置いてかないで。で、ここで手を伸ばさない。これやってみよう。 さあ手を伸ばさないとどうなるやっぱりやめます振り返ろう怒ってるえおぉ。ゲームオーバー。エンド Q。みんな一緒。うん。これはどっちでもダメでしたね。<laughs> これもうさ、主人公死んじゃってんのかないや、これ結構、 考察気になるな。ちょっと皆さん考察これ本当は主人公どういう状況だと思いますかもう実は死んでるとか、あの女神、なんか女神溶けたじゃん。でも一応、なんかエ、エンドクリアだったから、まあ、うまくいったっていうか、まあ一命を取り留めたみたいな。ちょっとぜひね皆さんどんな、このゲームのなんか考察ぜひね、もうなんでもいいです。間違っててもいいです。適当も間違ってます。ぜひコメントで、ちょっとね、一緒に考えてコメントしてみましょう。 適も見とくのでいやーなるほどねじゃあこれエンド見てみようかえエンディングは全部であエンディング全部で10個なんだでエンド全部集めるとなんか得点がもらえそうだねなるほどないやーこれめちゃめちゃ面白いゲームだなそして今回危険が出てきたんで多分ほら見て危険、えー、数量かなり多い、えー、時間かなり短い ダミーがあり。だからさっきのさ、なんか、あの、ボタンを押すところが、振り返るのボタンが出てきたりとかが増えてくるのかな。そして、あの、少年たちの遊び難易度アップとか、あの、旗揚げとかね、だるまさんが転んだどこところも難しくなったりするとちょ。これもしね、この動画好評だったら、ちょっと危険難易度と、そしてエンディングも全部やっていこうと思いますので、ぜひ、ここまで見てくれた方、グッドボタン、 よろししくお願いしますこのゲームめっちゃ面白いからねめっちゃ続きやりたいんでぜひね、えー、グッドボタンチャンネル登録忘れずによろしくお願いいたしますではまた別の動画でお会いしましょう帰り道でしたみんなも帰り道にはお気をつけて